にららちっち。はい、こんにちは。今日は子供たちに駄菓子を大量に買ってきたんで、それでこの大量の駄菓子を見た時の子供たちがどういう反応をするのかを撮っていきたいと思います。ちなみにこんな感じです。1万円分買いました。じゃあ早速子供たち呼んでみたいと思います。どう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 。よしよし、ありがとうございます。食べていい？すごいやろ。はい、ありがとうございます。食べていい？本当にありがとうございます。食べていい？うん、食べていい？いいよ、1日3個までね。しゃー、やったー。だからさっきお前ブンちゃん、ブンちゃんの絵見てた。けどまさかこんなお菓子あると思わなかったやろ。うん、マンボウだけあると思ってた。ねえねえ、だけ見てたから。うん、そんなら軽い。じゃあ3個食べるわ。開けたら開けたろ。あ、この中で買えたのかな。僕大好きなやつ。お菓子じゃないよ。大好きなやつ。なんてお菓子じゃないよ。ほんまや。開けて。大好きなやつ僕。しょ。あ、うんこダメ。ルイ不満ようにな。あ、なにこれ。うん、これ僕食べたいって言ってたやつやん。うん、いただきます。開けて。うん、おいしいしょ。おいしい。これクリームジャーキー。お菓子踏まないように割れちゃう。これもらったことあるやつ。そう、まさかのこういう感じになるやな。これ、これ。なる。これ一生困らんな。うん。500個あるでな。こんなのある。え、マジ？うん。これちっちゃい。これ何ですか？うん、何それ？広。3個までやで、1日。じゃあこれ1人最後。わかった。うん、今これ1つ目の袋。うん、いいやつ選ぶ。うん、ママは何これ。ねえ、ほら1個目、うん、おやつじゃないのか。さあ、1個目食べたら、1個目食べたら、うん、みんなで段ボールに戻そうか。ねえ、3個やろ。3個やろ。え、3個選んでから。うんうん、はい。ママキャラメルがいいけど、キャラメル探して。大人のうまい棒ちゃん。なんで？やよ。キャラメルあるんだよ。探してるの。キャラメル食べたい。え、キャラメル？あ、かわいいこれ。うん？うまい。誰するべだろうな。あ、なんかチコバット。うまい。あ、じゃあ、チアチもあるやつ。
120種類の500個あるらしいな。チョコレートも入ってる。見て、なんか知らん棒、これ、この中食べる。食べる。どう、もし。うせやん、それ、あ、え、開けた。そのまま置いて、こうやって置いてあったん。ああ、入ったじゃんな。どう、美味しい。選んで、甘い。甘い。3つ選んで、一回お菓子買わないと段ボール。あと、もう1個。はい、あと、はい、みんな選んで。選んだ。選んだ、もう3個。隠してる、めっちゃ選んでる。ほら、ルイ、3個やで。じゃあ、1個食べたよ。ほら、パパ見て。違う、あと2個やで。しかも、ラーメンいった、1個。まあ、いいよ、いいよ。だって、1個チョコレート食べたやね、ルイ、ほら。お、でも、ポテト。そう。お、確かに。ポテトある。よし、はい、みんな、はい、自分の取ったらちょっと机の上置いて、はい、段ボールに片付ける、みんな、はい。キャラメルはい、この中ポイ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 って入れてって。キャラメルビスケットは何取ったらルイ踏んだらあかんよ、踏まんようにな。ママ写真撮って投げるな、ルイ。こっちか、こっから。ママ写真撮って何々送ってよ。ねえ、俺撮ったで。あ、撮ったって、ママ何送って、後でな。ほら、トークン入れて。はい、みんな食べるの早い、あと、はい、食べたよ。うん、ルイほら、入れて入れて、相当入れてね、相当バーって入れてて。あ、これピンク味もある。ほら、ねねみたいな。うん、はい、トーマ早く考え。おっと、踏んだらあかんよ。これでいろんなお菓子が入れる。お、すごい、わかった、キャラメル。どれ、見て。おー、ほら、すごい、見て、ほら。お、すごいすごいすごい。噛まないようにね。めっちゃ多い。はい。多い、リクもすごい。パパにお礼は、ありがとうございました。誠にありがとうございました。きれいです。ありがとうございました。すみません。1日3個やでな。はい、1日3個です。1日3個食べたんだよ。1個食べて2個3個でしょ。札幌ポテトみたい。うん、さあ、もういいかな。チャンネル登録して。